皆さんこんにちは。なんか東京駅に来たんですけど、人がもうめちゃくちゃ溢れ返っていて、なんだと思ったらね、新幹線が運転見合わせしてるんですよ。いや今日ね、名古屋の方に戻らなきゃいけないのに、10月23日11時41分現在、東海道新幹線運転見合わせ、三河安城から名古屋駅間。あら、火災が発生しちゃったんですね。東海道新幹線もうこのように地獄の様相を呈しております。これちょっと他のツイートも見てみると、11時22分現在で現地に係員が到着し、消火活動を行う準備をしていましたから、いやまだまだ全く動かなそうですね。なんか午後3時ぐらいまでは動かないような気がしますが、いやどうしよう。東海道新幹線だいたい1時間20分、1時間半ぐらいの遅れになっておりますが、どうもね、もう運転を再開したみたいです。小浜に2時間以上の遅延って遭遇したことないですけれども、2時間以上特急が遅れるとね、特急料金払い戻しというものが適用されて、もう JR 東海の収入なくなっちゃいますから、まあ本当に1時間半ぐらいでギリギリね、新幹線動かせるようにしたんでしょうね。11時37分発のこちら乗車中の新幹線は12時57分に出発いたしました。眼下に広がるのは有楽町の風景でございます。有楽町を過ぎますとすぐにこちら銀座晴海通の風景、確か晴海通ですよね。今日はね、東京から名古屋まで浜松までは新幹線で行って、それから在来線に乗っていくという動画だったんですけれども、うち時間的に間に合わないから、もしかしたら浜松から新幹線乗るかもしれません。浜松でね、もう一回切符を買わなければいけない。浜松から名古屋までは僕は確か在来線で行ったことはあんまりなかったので、ちょっと沿線の風景を楽しみながら、かつ浜松で爽やかハンバーグ、静岡で非常に有名なハンバーグですけれども、そちらを食べようと思ったんですが、電車かなり遅れている、かつ浜松ね、多分着くの15時ぐらいになって、それから爽やか並ぶってなったらめちゃくちゃ並ぶだろうから、まあ、若干微妙なところです。意外と東海道新幹線空いておりましてですね、自由席に普通に座ることができました。まあ隣の方が座席の上に荷物を置かれているので、私は隣には誰も来なさそうで、若干安心しております。マナー的にはどうなのという話はありますか。こちら沼津までやってきますと、車窓からは千本松原を望むことができます。こちら昔戦国時代に甲斐の武田氏と駿河の今川氏が争っていた時ですね、駿河の今川氏がここら辺に兵士が隠れることを恐れて林を全部伐採しちゃったんですね。でこう林全部伐採されちゃうと、海近くですから塩害に人々は苦しむことになります。その苦難にですね、心を痛めた商人がいるんですけれども、まあ、いわゆる偉いお坊さんですね。毎日お経を唱えながら一本ずつ松の苗を植えたそうです。まあ、その恩に感謝して千本松原と呼んでいるそうですね。新幹線は82分遅れで浜松駅に到着しました。じゃあ何やってますね。はい、はい、お願いします。
身で出すなんてけしからんみたいな連絡あるそうなんですけれども、まあ今まで一回も食中毒出してないかつ、この美味しさが安全の証拠ですよね。これ批判する人はね、馬刺しとか刺身とか食べない方がいいっすよ。はい、浜松駅に着きましたという前にですね、爽やかハンバーグを食べてきました。爽やかハンバーグね、本当に激混みするんで、私15時16時ぐらいに行きましたけど、それでも30分待ち。もうそんなね、浜松駅で入りなんて取っていたら食べるのが遅くなるということで先に食べてきました。浜松駅来ましたわけですけれども、私ね、浜松の観光したことないかつ、今日全然時間ないんでね、浜松観光できないんですが、浜松はねちょっとした思い出があります。じゃあ次は5番線の新快速大垣行きに乗り換えます。いや、いずれ豊橋でも途中で降りていろいろ観光してみたいですね。青春18切符とかは乗り換えでしか降りない駅ですから。豊橋ってでもメインで何があるんだろうな。よいしょ。はい、どうぞ。さて、豊橋駅を出発。豊橋駅は新幹線、東海道線、飯田線、名鉄線の乗り換えがありますので、非常に栄えてる駅なんですね。豊橋近くじゃないですけど、豊川稲荷とかありますよね。いずれ行ってみたいというふうに思います。これ全然自慢できることで何でもないんですけどね、他の動画でもうちょっと詳しく話そうかなとは思うんですけれども、さっき言った浜松駅はね、若干思い出の駅でございまして、それがですね、リゾートバイトを飛んだ際に帰り立ち寄った駅なんですね。大学2、3年生の時にですね、ちょっと温泉地の名前を伏せますけれども、マール温泉旅館で住み込みのリゾートバイトをしようと決意したんですけれども、その1日目あまりにもきつすぎてですね、深夜2時ぐらいに旅館を出まして、もう始発、まあ、雨降ってたんですけど、始発まで3時間ぐらいもう屋根のない駅舎で待つということをやりました。その際ですね、帰り立ち寄って浜松駅のさっき言った爽やかハンバーグでハンバーグを食べて、そして電話をかけてですね、すいません、もうやめますと言ってやめた、そういった若干思い出の駅でございます。マジただのクソ人間なんでね、別に叩いてもらって構わないんですけど。おお、なんだこの地図は。やっぱ田んぼごとに名前で区切られてるな。所有者は違うんでしょうね。